い、皆さんこんにちは、ひでしチャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さあ今日は1月の8日ですね、日曜日でございます。まあ、1月も8日なんでお正月気分もねそろそろ明けたかなと思われる一方で、この3連休、まあ、明日の成人の日を含めて3連休でまただらけた生活に戻りそうですみたいなね人もいらっしゃるかなと思うんですが、僕もそうっすわ。今日もね、今何時、今11時前ですけど、さっき起きたっすよ。まあ、そのお正月なんですけど、生まれた場所とかね育った町から遠くね離れて暮らしている方はね、親御さんの元ご実家に戻ったよっていう方もねいらっしゃるかなと思います。僕はね、生まれは香川県、四国の香川県高松市なんですけど、そこにはねもう生活の拠点はないので、今はね愛媛の今治っていうところが実家なんですが、今年はねちょっと都合がつかなくて帰ってないんですね。なんですけど、まあお正月ってねそういった自分のルーツみたいなのを思い出すきっかけになるいい機会だとは思います。普段ねあまり意識することないですよね。まあ高校野球かな、あるとしたら僕は春夏で地元の香川の高校がね頑張ってるのを見るとついついね応援したくなっちゃいますよね。まあ、それ以外で言うとやっぱ食ね、食べるものですかね。テレビの県民ショーなんか見てるともろそうですよね。やっぱ地元の食べ物が紹介されると嬉しかったりするもんです。で、僕が生まれた町はまあ香川県ということなので、まあお察しの通りさぬきうどんですよね、有名な食という意味だと。でね、残念ながらね広島って美味しいうどん屋さん、もうあえて言いましょう、ないですね、皆無です。まあ、かろうじてねチェーン店の丸亀製麺とかに行くと、まあさぬきうどんっぽいものは食べられますけど、あれはね怒られるかもしれないですけど、さぬきうどんではなくて、ただの関西風うどんなんですよね。実はちょっと違うんですよ。まあ美味しいんですけどね。なんでちょっと前置きが長くなっちゃいましたけど、今日はちゃんとした言うと怒られるかもしれないですけど、さぬきうどんを食べにあるお店に行こうとしてます。はい、ということでそのね行くお店近づいてきたんですけど、すんごい久しぶりに行くんですよ。こういったコロナになる前かな最後に行ったの。なのでお店がねあるのかどうかもう調べずに来たんですが、まあ、あると信じて行ってみましょうか。あった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 、そう、純手打ちうどん工房さんかな。っていうか空いてない、まあ、土日祝は11時からね。なるほど、ちょっと待っとこうか。うわめっちゃ並んでる、早く来て正解だったな。いやーうまかったな。いやほんと久しぶりにちゃんとしたさぬきのおうどん食べた気がするわ。もう大満足じゃ。うどんもねもちろん美味しい、もう間違いないんですけど、あの柏天ね、柏天がうまかったな。あれねレモンをまあ絞って食べる食べ方と、うどんの出汁につけて食うとねめっちゃうまいんですよ。ぜひやってみてください。ていうか柏天って通じるんかな。まあ鶏の天ぷらなんですけど、普通鶏天っていうんかな、けど香川に住んでる頃は鶏のことを柏、鶏天のことを柏天って言ってた気がするけど、広島の人言わないな。何なんかな、方言なんかな、かそもそも別のもんなんかな、ちょっと分かりませんけど。
ただね、一個残念なお知らせ、ほんと残念なお知らせなんですけど、うどんももちろん食べたかったんですけど、本当はね、本当はっていうかもう一個おでんも食べたかったんですよ。さぬきのおでんね、さぬきおでん、あんまり有名じゃないんですけど、うどん屋に行くとうどんとおでんはねセットだったんですよ。必ずおでんがあってね、自分で取るおでんなんですけどね、おでんのネタ的にはそんなね変わったものは入ってないんですが、つけるやつなんていうかな、普通からしとかつけると思うんですけど、さぬきのおでんはね味噌つけるんですよ。なんか甘辛い味噌だったと思う。それ食って育ってるんで、からしはねちょっともうからしが強すぎて、からしが勝っちゃって、なんかいつもね違うな思いながら食べてたんですが、さっきのおでん屋さん、さぬきおでんも置いてたはずなんですけど、今日はね、今日はっていうかコロナになってからかな、どうもやっぱ感染防止の観点かな、今お休みされてるそうです。いやもう残念、めっちゃ残念。はい、ということで今日は本場のさぬきうどんを食べさせてくれるお店、あれどこかな、井の口かなの、手打ちうどんのカボーさんに行って美味しいさぬきうどん食べてきましたという動画でございました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました、またお会いしましょう。腰が違うスッと上げてひら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 、腰が違うでしょ、すごくいいわよ、腰が違う、うまい。ハトキチの